どうも、ベッキムです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日も張り切って日本物を紹介していきます。それでは早速行きましょう。今日1月11日は何の日でしょうか 正解は塩の日です。そこで今回はその塩の日にちなんで塩を振りかけて食べると美味しいこちらの舞台長木さんの特上ヒレカツ定食を皆さんに紹介していきたいと思いますのでぜひ最後までご覧ください。それでは早速行きましょう。レッツゴー今回紹介をする舞台長木さんがあるのは愛知県は名古屋市水北です。2019年6月にオープンをしました。はい なんとオーナーさんは元イタリアンのシェフなんだそうです。こちらが舞台長木さんのメニュー表です。その中でも今回は特上のヒレカツ定食を注文しました。一体どんなヒレカツ定食が出てくるんでしょうか楽しみです。 さて、注文した特上ひれリカツ定食が到着をしました。皆さん、こちらの色いかがでしょうかなんとも色鮮やかなピンク色をしてますよね。もう見ているだけで何かうっとりとしてしまいそうな感じがします。早速一口食べていきましょう。とてもダイナミックなサイズ感です。表面の油が光り輝いているように見えます。 そして一口いただきますとこの肉厚の弾力たまらないですね。そしてヒレカツなので油が少ない分噛むごとに広がるこの肉の旨みがとてもいいです。そして定食についてくるこちらの豚汁もとても具だくさんで美味しいんです。具材一つ一つが大きくカットされてとても食べ応えのある豚汁になっています。もうこれは白いご飯がどんどん進んでいきます。このご飯もとてもふっくらとしていてとても艶やかで美味しいご飯です。 そして今日はですね、塩の日なので、ヒレカツに塩を振っていきましょう。塩を振ることによって一体どんなフュージョンをするんでしょうか楽しみです。さあ、それでは一口いただいていきます。 一口いただきましたけれども、塩のパワーのおかげで、より美味しいヒレカツにパワーアップをしました。本当に、舞台長木さんのヒレカツは美味しいですし、とても食べ応えがあって、本当にジューシーです。ぜひ、舞台長木さんに足を運んで、この特上ヒレカツ定食を食べてみてください。 最後までご覧いただきありがとうございました。今後も美味しい日本のグルメなど多数日本物を紹介していきます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは、See you!